皆さんこんにちは、娘のエリンです。お久しぶりにですね、こんな感じ一人でちょっと動画を撮っていこうと思います。今日は何のお話をさせていただくかと言いますと、久しぶりにですね、アカデミックの方、授業の方ですね、数学について、今どんな感じなのかっていうのをお伝え、ご報告したいなと思います。ですね、最後に話したのが何ヶ月ぐらいで、2ヶ月ぐらい前ですかね。カーキュラス、微分積分みたいな単元ですね。を、取って、いるんですけど、この最後の学期にですね。難しいって2ヶ月前も言ってました。引き続きですね、ずっとクラスを落とさずに、毎回毎回ですね、テストを受けて、この、そうですね、4ヶ月ぐらいずっと、やってきました。昨日ですね、ファイナルのテストを取ってきました。ですね、多分日本ほどですね、難しくはないと思うんですけど、15問中15問あってですね、難しいというよりかは、勉強不足なのかな、それとも私がちょっと、バカなだけなのかな、ちょっとわからないんですけど、今日ですね、朝起きたら先生からメールが来ていました。何点だったと思いますでしょうか。皆さん私のことをどう見てるかわからないんですけど、60点ぐらいだったんですね。ファイナルの場合はですね、全体の成績の 20% をカウントされるので、今ですね、もしその60点を取ってしまうと、81、まあ、総合点がですね、総合のクラスの、成績が 81% ということって、まあ、B- ということになります。先生ですね、別に今のままだったら81点だけど、A を取るんだったら、あと、もう一回取り直した方がいいよ、みたいな感じで言われました。このテストがですね、終わったら、学校生活、すべての教科ですね、終わりと思ってたんで、思ったように点が取れなかったので、なんかこう、A 評価を取りたいというよりかは、その勉強してきた、この半年間勉強してきた自分に対して、なんか悔しいというか、本当にもう勉強もしたくないんですけど、その数学ですね。もうなんか、でも悔しいので60点。悔しいので、この土日友達の約束もあるんですけど、それの隙間時間に勉強しようかなと思います。せっかく終わりと思っていた学校生活ですが、まだ終わらないそうです。あとですね、2日間、学校生活があります。卒業式もですね、プロも全部終わらせたんですけど、その動画はですね、後々編集して皆さんにお届けしようと思います。あと2日間ですね、頑張って学校生活終わらせていこうと思います。ということで、簡単な近所報告でした。